願いします。ちょい足し食材を全部入れたら最強ホットケーキにできるんじゃないかを検証したいと思います。イエーイ。はじめ。こういうのがうちにあるのでこれを使います。せーちゃんも、はい、せーちゃんも、せーちゃん混ぜます。混ぜ混ぜして、シャカシャカ。時間がかかるのは全然メリーになってないけど、本当はなんかハンドミキサーとかあればいいんだけど、うちにはハンドミキサーなんてものはないんですよ。疲れる。角が立つぐらいまでこんなもんかな。豆腐大さじ1、ヨーグルト大さじ1。食べるの？残ったのせいちゃんが食べてきます。ヨーグルトを食べに来ました。そんなもんだよね。せいちゃん食べます。大さじ1ぐらい、適当です。強炭酸水、こんな感じになりました。これで焼いていきます。ひっくり返すのむずい。いつもできる。真ん中で。こんな感じになりました。確かに。分厚いかも。いただきます。はい、こんな感じね、完成形。あ、見えない。完成形見えない。はい、じゃあママもいただきます。なんで来た？なんで来た君は？遊ぶ人は遊ぶ。食べない？なんで？いるの？いるんかい？食べて。おいしい？おいしい？うん。美味しい人手あげて。はーい。はーい。食べる？大きいな。ガブガブ。そう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 。わ、すごい。これはすごいわかりやすいかな。このすごい熱いのわかる？この分厚いの。水分量、水分量を減らしてるからふわふわにはなるけど、うんうん、なんか食べ応えがすごい重たいくなる。何？もっとスフレみたいにするんだったら、もっと卵の量を増やさないといけないな。なんですか？なん、重たいな。重たいんだよ君は。重たいな。バランスが取れなくなる。ホットケーキセッチャー。どうしたいの？どう？ホットケーキセッチャー。食べたい食べたい食べたい。あ、うん、食べろ。なんかもっとこうふわふわ、もっとなんかさサクッと、なんかさらっと食べられるのってどうしたらいいんでしょうか。
まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、コメント登録押してね。次の動画も見てね。バイバーイ。この YouTube で再生して。この第6ボタン。せいちゃん第6ボタン好きだね。